未来の戦車？鉄の輪立ちを解剖してみた。どうもファンタジーを解剖するサイボーグポケモン解剖学のナンバー8です。本日はパラドックスポケモンの鉄の輪立ちを解剖して解明していきたいと思います。鉄の輪立ちはポケモンスカーレットバイオレットで登場したパラドックスポケモンという新概念のポケモンで、その見た目がドンファンに似ているためドンファンの未来の姿ではないかと言われている謎のポケモンです。機械のような見た目と電子フェイスは何か親近感を感じざるを得ませんが、これは生物なのかと言われると口をつむんでしまうほど強烈な見た目をしています。図鑑バイオレット版によると、近年目撃例がある古い探検機に記された謎の物体に似たポケモンでは、結論から言わせていただくと、この鉄の輪立ちはドンファンが直接進化した未来の姿ではないと私は推測します。問題となるポイントは、その移動方法に伴う体の構造の違いです。ドンファンは体を丸めて、鼻先から背中尾っぽまでのベルト状の皮膚をタイヤのように丸めて体全体を回転させながら移動します。人間でいうと高速でんぐり返りをしている状態でしょうか。それに対して鉄の輪立ちは体全体が回転するのではなく、鼻のように見える部位から背中尾っぽまでのベルト状のパーツをタイヤのように丸めて、その部位だけがまさにタイヤのように回転して移動します。つまり中は回転してないんですね。ということは鉄の輪立ちのベルト状の部位は現代のタイヤそのものであり、独立回転するキャタピラのような機関になっていることが推測されます。このことから考えられるのは、鉄の輪立ちの鼻のように見える部分はドンファンの鼻のように匂いを感知するための鼻としての機能を有していない可能性があるということです。さらにこのキャタピラは独立して回転することから、背骨としての神経伝達器官の役割を果たしているとは考えにくく、仮に鉄の輪立ちに生物のような骨格が存在しているのならば、キャタピラ部位と球体部位は別々であり、生命活動を行う器官は全て球体の中で完結しているのではないかと考察します。つまりドンファンのモデルがゾウなのに対して鉄の輪立ちはゾウですらない可能性があるのです。そう思うとドンファンでいう鼻である部分は鼻というよりおでこから出ており、鼻にしてはかなりいびつであり、生物的にドンファンやゾウに近いかと言われるとかなり無理があるかと思います。では鉄の輪立ちは一体何なんでしょうか。ポケモン図鑑にこんな記述があります。オカルト雑誌が紹介した宇宙人が送り込んできた化学兵器によく似ている。そのオカルト雑誌が信憑性があるかどうかは置いておいて、つまり鉄の輪立ちは兵器である可能性があるということが示唆されています。そこで私が提唱したいのは、この鉄の輪立ちの正体はドンファンをバイオミメティクスしたボール型オートマトンタンクであると考察します。ちょっとカッコつけちゃったので日本語に直します。これはドンファンを生物模倣した自走式球体戦車という意味です。バイオミメティクスとは日本語で生物模倣という意味です。生物が持つ身体的特徴や機能を科学に応用して役立てる科学技術で、代表的なものだと強固な構造で有名な蜂の巣の形を模倣したハニカム構造や、新幹線の鼻の先端が鳥のカワセミのくちばしの構造を模倣したものが採用されていることなど、このように生物の特徴や機能を我々の生活に落とし込む技術が生物模倣バイオミメティクスなのです。つまりこの鉄の輪立ちはドンファンの転がりながら陸上を移動する走破性を生物模倣バイオミメティクスした未来の兵器なのではないかと考察します。実際すでにポケモン世界では500年前に科学者によって作られたマギアナなど、すでに人工物または人工物と融合したポケモンというのは存在しております。この鉄の輪立ちが何のために生まれたかは謎のままですが、ドンファンの形状に似ているのはドンファンのデータを利用してその生物的な特徴を生物模倣したので、鉄の輪立ちとドンファンは似ているという説を提唱します。確かに1メートルにも満たない小型かつどんな地形でも移動する高い走破性を持ち、突進からビーム攻撃までこなせる自走式の兵器なんて恐ろしいですよね。しかしそんな未来の兵器がこんなにもたくさん現れるなんて、ポケモン世界の未来は一体どうなっているんだ、少し不安になってきました。しかしこの車輪をコロコロ回転しながら敵に突撃する姿はどこかで見たことあるような。あ、パンジャンドラムだ。もしや鉄の輪立ちは未来のパンジャンドラム。本日の解剖はここまで。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローをぜひよろしくお願いします。以上ナンバー8の異世界解剖学でした。